次に浦野泰人君日本維新の会の裏野ですよろしくお願いいたしますまず確認をしたいと思います今回人事院勧告について議論がありますけれども国家公務員と民間給与の格差についての民間給与のサンプルの数字にですね、非正規雇用の方が含まれているのかどうかを確認をしたいと思います 人事院松尾,松尾給与局長。 お答えいたします国家公務員の給与と民間企業従業員の給与との比較は、えー、役職段階などの主な給与決定要素を同じくする者同士を比較するとの考え方に基づきまして、雇用形態等の条件を揃えて行う必要があるというふうに考えております。 このため、任期の定めのない常勤の国家公務員の給与水準を決定するための官民比較の対象となる民間企業の従業員は、常時勤務する従業員のうち、期間を定めずに雇用されている者としてきておりまして、いわゆる非正規雇用の方は比較対象には含まれておりません委員長浦野泰人君。まあ今の答弁でも分かるようにです、ねえー、給料の低い人とは比較をしないというふうに決めてあるわけですね。 えまあだからこそわれわれ日本維新の会は、一貫として、この人事、韓国の給与の比較の仕方がおかしいということで、反対をしているわけですけれども、さらにもう一つ、この今回、比較した給与格差についてのそれぞれの平均年齢は何歳なのか、お答えをいただきたいと思います松尾恵美子給与局長。 お答え申し上げます民間給与との比較を行っている行政職報給表1適用職員の本年の平均年齢は43.4歳となっております。 また、人事院の職種別民間給与実態調査は、国家公務員と民間企業従業員につきまして、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比させる、ラスパイレス企画に用いるための調査ということでございますので、民間全体の平均年齢の数値は算出しておらないところでございます委員長浦野泰人君。 まあここでも、旗から見ればよくわからない数字なわけですね、まあ、民間は算出していないということなんですけれども、いや、これが例えば民間給与の平均年齢が50歳だったら、あ当然、民間の方が給与が高くなったりするのはもう明らかですよね、やっぱり、平均年齢が高いときはそれだけ勤続年数が高いわけですから、あ給料も上がっています、そういう比べ方をごまかしてやっているからこそ、 我々はこのの比べ方方人事院のやり方についてて反対をしてきましたあ、き、まあ、今日は5分しかありませんので、えー、これ以上はもう言いませんけれどもお、比較の仕方をやはりもう少し誰が見ても納得できるようなあやり方にしないと、私はもうこの人事院勧告はあもう本当にお手盛りの、おまあ、 給料高い人たちとばっかり比べて、いつまでたっても給料が低いんだ、低いんだと、公務員の給料が低いんだと言っているに過ぎないというふうに考えてますので、人事院の方々、毎回この質問のときに、顔を合わせますけれども、懲りずに、市宮さんも毎回、懲りずに答弁いただいてますけれども。 よろしくお願いをしたいと思います。まあ、あの、今日も。午前、午前先の質問でですね。 えまあ、とはいうものの、われわれ別に公務員をいじめたいわけじゃありませんので、働き方改革、いろいろまあ協力できるところは国会もしていかないといけないというふうに言ってます、であのー、質問通告はですね、これ、平成11年の9月17日、自民党、民主党、公明党、自由党、共産党、社民党の国対委員長会談で,です、ね、えー、前々日の正午までにやるって決めてるんですよね。 はい、これ、今もきあの変えてないんだったら、このルールがのそのまま当てはまるはずなんで、今日の午前中までに次の委員会を決めないと、これ、質問通告できませんので、あのぜひ決めていただきたいなと、まあ、何が理由で決められないのか、私にはよく分かりませんけれども、自分たちで決めたルールですから、しっかりと守っていただけたらと思います、それが省庁の皆さんの働き方改革に資する。 そのためにこれをルールを決めたわけですから、しっかりと過去を振り返って思い出していただけたらと思います、質問を終わります次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案。 及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。順次